おはようございます。2022年9月7日水曜日の朝です。今日の体重は 65.20 でした。体重ボイスは 37.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は晴れですね。昨日までの悪天候とって変わって気持ちのいい秋晴れの日になりました。今日はですね、10時から近所のお寺安龍寺さんの方でヨガがありまして、レッスン予約してるのでですね、用意していこうと思います。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、サラダはレタス、きゅうり、トマト、チーズ、桃、もし足りなかったら納豆、おつゆはつるむらさきとお揚げのおつゆ、ご飯は白米、玄米、もち麦、黒米、八穀米で食べます。あと酢です。よいしょ、準備できたのでこれから安龍寺さんの方に向かいたいと思います。安龍寺さん着いた。今日もお寺でヨガさせていただきました。みんなでですね、気持ちよくほぐれましたので楽しかったですよ。いつもお世話になっているヨガの先生のあかねさんです。こんにちは。また今度よろしくお願いします。じゃん、今日も渡辺さんちのベーグル販売しておりますので買っていこうかと思っております。あ、今日も楽しい時間を過ごすことができました。これから帰りますけれども、すごい天気良くなりましたね。わあ、めっちゃ天気良くなりました。あ、気持ちいいですね。気をつけて帰ります。エリコロの動画、今日のお昼ご飯です。今日はそうめん、具は豚肉とトマトとレタス、きゅうり、インゲン食べます。今日も渡辺さん家の美味しいベーグル買ってきましたよ。これがプレーンですね。で、これがトマト味なんですって。すっごいいい匂いしますね。そしてこれが今日コーンっていうのがあったので、コーンっていうのも買ってきました。これもすごいいい匂いですね。ちょっとですね、こんな感じか見てみましょうかね。うわー、美味しそう。うん、そう、すっごい美味しいんですよね、渡辺さんちのベーグル。あー、いっぱいコーン入っておりますね。ちょっと食べたいと思います。今4時です。今からですね、ちょっとシエスタまで自転車で行って運動がてらですね、天気もいいですからね、ちょっとお仕事してこようと思います。今日お仕事してないからちょっと頑張って行ってこようと思います。行ってきます。春にですね、久しぶりに自転車に乗ってガシガシこいだら膝が痛くて1週間動けなくなっちゃったので、今日もですね、ほどほどに頑張って漕いでおります。でもなんか天気がいいから気持ちいいですね。スイスイって感じです。スーイシエスタ着いた。いや、無事に着きました。中入ります。アイスコーヒー飲みます。ですね、お世話になっている阿比良町にあるシエスタっていうカフェです。で、こちらがエリさんです。いっぱいですね、阿比良町の情報をいつも教えてくれてすごく助かっております、はい、美味しいコーヒーがもし飲みたいなと思いましたら、はい、ぜひシエスタの方に立ち寄ってみてください、はい、ありがとうございます。あ、楽しかった。楽しかったっていうか仕事ちゃんとできましたよ。じゃあこれから自転車でまた帰ります。帰ってきましたよ。今もう6時です。まずは中入ります。エリコロの動画、今日の夜ご飯です。今日はほぐしサバ丼にしました。ご飯の方は白米、玄米、もち麦、黒米、八穀のご飯になっています。あとこちら付け合わせなんですけれども、昨日強風で折れてしまったパプリカ、青い状態のものをもぎ取ったのと、人参とちくわのごま油あえ、おつゆはナスのおつゆ食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、朝からもう天気も良かったですしね、ヨガもしてきたりとかですね、
カフェに行ってですね、コーヒーし、美味しいコーヒー飲んだりとか、充実の一日になりました。それでですね、今日いろんな方登場してくれたんですけれども、まずですね、私、お寺でヨガが、3回目なんですよね、今日で。で、いつもレッスンしてくれるのが、あかね先生で、もうあかね先生のヨガに出会ってからですね、今までなんか YouTube 見ながらとかしかやってなかったんですけども、本当ヨガってすごいっていうのを知ったのはあかね先生のおかげっていう感じです。すごい人柄もですね、良くて優しくって、もう包み込まれるような優しさを持ってる方なのでですね、うん、もしですね、あかね先生インスタでいろいろレッスンの告知なんかもしておりますので、ご興味ありましたら私の動画の概要欄に貼っときますので、見ていただいてですね、もしよかったらフォローも合わせてしていただけると嬉しいです。そう、そしてですね、その後渡辺さん家のベーグル、また大好きなベーグルなのでですね、食べることができてよかったです。めっちゃ美味しかった、コーンのやつ。まだプレーンとかはまだ食べてないんですけど、もう明日食べるの楽しみですね。で、今まで食べたベーグルの中で今のところ一番美味しくって、もう殿堂入りしそう、本当に大好きなんですよ。だけどもなかなかですね、お店で売ってるわけじゃないので、こういうイベントの時しか買えないっていうのがまたですね、なんか美味しく感じてるのかな。でもまあ味がすごい本当に美味しいのでですね、なんかできればいろんな人に食べてほしいなって思ったりもしてます。そうで、渡辺さん家のベーグルのですね、かなこさんのインスタもですね、どこでいつ販売しますっていう告知がありますので、概要の方にリンク貼っておきますので、フォローなんかしていただけるとそちらも嬉しいですね。はい、そしてその寺ヨガやったりとかベーグルの販売とかをやって場所を提供してくれてるのが、アビラ町っていうところに、私北海道のアビラ町に住んでるんですけれども、アビラ町の追い分けっていうところにあるアミュージさんなんですね。で、アンデージさんの方でもですね、インスタの方がやってて、こんなイベントやりますっていう告知たくさんしてくれてますのでですね、それも概要欄にリンク貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。はい、そしてですね、今日仕事が全然午前中でやってなかったので、夕方ですね、ちょっと仕事しようと思って、ご近所カフェのですねシエスタさん行ってきました。で、結構たびたびシエスタさんの方にはお邪魔させていただいてて、で、美味しいコーヒーたくさん飲んでるんですけれども、シエスタさんですね、お店の中でちゃんと焙煎してるんですよね。で、本当にそこでドリップしてコーヒー入れてくれたりとかしてるので、美味しいんですよ、コーヒーが本当に。で、ぜひ皆さんにも機会があったら行ってほしいなと思うんですけども、北海道外の方でもですね、私が住んでる安平町、実は千歳空港から車で30分かからないとこなんですね。なので、レンタカーとか借りて旅行される方とか、ぜひですね、ちょっと安平町を思い出していただければ、ちょっと立ち寄ってシエスタさんでコーヒーテイクアウトして、それ飲みながらちょっと素敵な北海道らしい景色を見るみたいな感じのですね、ドライブも楽しんでいただけると私すごい嬉しいなと思います。機会がありましたらぜひぜひお立ち寄りください。で、シエスタさんの今日エリさん登場していただいたんですけれども、じゃあシエスタさんの方もインスタやってるので、そちらもリンク貼っておきます。フォローしていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日はなんかいろんな方登場したのでですね、最後もそういったお話しさせていただいたんですけれども、本当になんか街の紹介じゃないですけどね、安平町のいろいろ皆さんとですね、こうやって動画に上げさせていただいて、一緒に共有なんかしていただけて楽しかったなと思っていただけると私とっても嬉しいので、今後もたびたび登場すると思いますが、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねー。